参照でお願いします。はい、アモーレではございません、決して。あ、こんばんは。ピッ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 はい、ラストラストです。バリエグい雨やな。ちょ、ほんまはさ、名古屋ちょっとうろついたろう思ってたけどさ、やめました。そうです、僕は今、長島サービスエリアにいます。この感じです。長島サービスエリアにいます。はい、このまま四日市まで行って止まります。ファイト 0.5 パーナイス、オッケーよ、10個、うん、あのうなぎ、いやー値段はちょっとやらしいんで、奥さん、いや寝てないよ、一秒も寝てない。もう何、モンスターエナジー飲んで無理やり走り切って名古屋でうなぎ食ってで長島まで来たったわ。ほら、もう無理、もう無理じゃ、うん、いやいや、もう無理、もう無理や、もう限界じゃ、もう無理、よいしょ、あ、ありがとうメガホン、もう無理で、明日 R 社長と約束してるから、もう四日市で泊まります。明日はリアトツあり。四日市、近鉄四日市駅でいいんかな、あの繁華街。うん。勝手に来て。まあ、うなぎの、あれ限定メニューです。ちなみに。普段はケチるのに、名古屋では毎回奮発するの、なぜなぜ。私三重県民なの、嘘でしょ75号さん。しかも銀のタヌキやしさ、もうお伏せ濃厚やん。おう、今からでもええよ別に。ただ今俺長島のサービスエリアおるから、うん、あ、お疲れ様です、ゾーパワー出す、オッケー。もうぐちゃぐちゃ言われんのだるいから、へっ持ってきてます。領収書ちゃんとあの領収書持ってきてます。はい、もううるさいから、これどうせ使われへんから取ってでもしゃあないねんけどさ、うん、え、足湯あんの、嘘でしょ。いやいや1名やろ、どう見てもこれ1名じゃん。そう来たか、そう来たか、おお、そう来たか、おお、もうそんな言われたらもうどうしようもないわ、お手上げですわ。そう来たか、お前らもうプロアンチやな、やばいやん。そんな言われたらもう全部無理やん。いや、うな富士です、うな富士、あ、岡富士やな、そうそうそう、岡富士の限定白焼きひつまぶしと肝焼き食べてきたっす。もう何やっても無理やな。あ、おはよう、はい、おはようございます、ケイトリーさん。あ、いや、な、6700円、うん、6700円、6700円です。まあ今月1ヶ月の何、一食の中で一番高いですね、これ。え、大雨やからやめた、もうそのまま何、あの四日市まで来ちゃった、うん、ああ、え、ちょっと一人や言うてんの、一人や言うとろうが、一人や言うてるやろ。一人、今後ろにおる、いやもう嘘でしょ、うん、あ、え、フォローして、あ、フォロー返ってなかった、嘘やろ、俺みんなフォロー返したで。え、ちょっと待ってな、フォロー返ってきてない、あ、嘘か、ちょっと待って、俺フォローみんな返してるって。一回アイテム投げてみて、今の人か返してるはずやねんけど、返ってきてなかった、全フォローバックいけたと思ってる。一回アイテム投げてみてくれ、あー、一回、
あ、ほんまや、帰ってないわ。ごめん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 。返す忘れてた。あ、ちょっと待って、返すわ。ちょ待ってな、フォロー返すわ。この人や。あ、思い出した思い出した。はいはいはい。わかったわかった。今返した今返した。バタバタしてて忘れてた。ほぼフォロー返ってきたと思います。いや、もうやばい。前見えへんぐらい雨降ってる。ここ、帰ってきたやろ？帰ってきたやろ？いつもな、夜寝る前にすんねんけどさ。いや、なんとネモピも四日市おるらしいです。大技研です、言うたら。ネモピも四日市おるらしい。一回俺、R 社長に電話してみるわ。出るかな？ちょっとヘビーローテーションすぎて悪いけど。あ、無理アイテムありがとうございます。あ、お疲れ様です、社長。お疲れ様、どうしたの？いや、一応、名古屋辞めて、もうそのまんま、どこやったっけ、長島ぐらいまで来ちゃったんですよ。長島？あー、そうです、もう四日市まで、近鉄の、四日市駅付近に、まあ、明日で大丈夫ですかね？明日、逆に俺、名古屋の方おるんやけど。名古屋の方おるっすか？明日は姉貴らと早晩飯食うけん、はい、あれやけどこっちおるけど、明日やったら名古屋の方行っちまうかもしれない。明日やったら名古屋、じゃあまあまたどうせあれやったら名古屋まで行くっすわ、もう一回。はい、長島って四日市あれやで、まあ大雨洪水警報で避難勧告取るくらい。いや、やばいっすね、ほんま。もう雨えぐいっす、マジで。1号線とか絶対入ってきたら待って。あ、そんなやばいっすか。迂回させられるから。あ、わかりました。でも行くんやったらもう海沿い名音ずっと走ってきた方がいいよ。わかりました。ほんとだ、まあ、とりあえず今日は適当に四日市付近で泊まって、明日名古屋ゴーするっすわ。うん。了解です。はい、失礼します。はい。はい。え、今日は会わへん。今日は無理やろ、どう考えても。もう俺の体力が頭いかれてるやろ。まあ、だから荒れちゃうの。ここ、長島ら辺で適当に降りてさ、四日市まで行かんでもさ、泊まるとこ見繕って。安いやん。安いじゃん。もうこの辺やったら安いじゃん。いや、やばいで。大雨やで。今、長島のサービスエリアおるけど、もう滝。今、長島にいます。滝。もう高速道路前見えへんレベルやったもん、言うたら。もうほんま生まれて初めてさ、配信会で左車線走ったわ。ほんまにマジで生まれて初めてかも。左車線走った。ああ、ちょっとほんまに恐怖感じるほど大雨やわ。そう、今 R 社長も一緒に探してくれてるからね、モピー。あ、なんかコラボ来たぞ。あります。はい。あ、バトルしましょう。なんて？バトル。じゃあ負けた家行かしてな。全然だよ。ん、絶対負けるもん。負けるけど、ちょっとリベンジを一回したい。お前ごときが俺と戦えると思ってんのか。おい、はい、妖怪負けると思うけど、妖怪大加工女め、勝てると思ってんのか。加工ぐらいさせてくれ。かかってこいや。いや、ほんまにですか。じゃあみんなほんまにさ、はい、明日の球がなくなる。無理せんでいいよ、風の人。 2×5 は19、パワーッとして無理はしなくていいっすよ。かかってこい、バチこい、バチこい、お願い。みんな行くでー。やらんタイプやで。もうこれでやらんかったら、よっしゃ、ハンドリコナイス。黒風船もナイス、オッケー、いいよ。妖怪加工女蹴散らすぞ。表示されてないけど、20。え、ゴー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 、ありがとうございます。よっしゃ、ネズミナイス、オッケー、いいよ。そう、あ、2個パンをゴシゴシ、オッケー。レイゴさんもナイス、レイゴさんもナイス、オッケー。そうや、発表ナイス、オッケー、いいよ。いるで、ゴー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 、フステもナイス、オッケー。バルもナイス、オッケー、いいよ。妖怪加工女蹴散らすぞ。あ、バカだな、こういう女が意外と簡単にやられへんねんって。分かってないな。
お高く止まるんや。あー、ありがとう。いいよ、バーガーライス OK。ほんまやん。山根さん、明日バトルイベントやのに。いいよ、ハートナイス OK、いいよ。準備運動や。はい、いいね、ナイス OK、いいよ。うん、よし、KP のナイス OK。ブラックハートもナイス、いいよ、ブラックハート、その人。来たー、普通の人、ブラック花火パワーだ、オッケー、ありがとう、ユトガーで花火見ようね、オッケーいいよ、バルーンナイスオッケーいいよ、よし、コツコツ行こう、コツコツ、どんどん無料アイテムタップお願いしますね、コツコツ行こう、ドクリンゴナイスオッケーいいよ、いけるいける、アシュラさんナイスオッケー、超いいナイスオッケーいいよ、そう、レイゴさんさっきからいいよ、ずっとずつ、ナイスアプローチ、はい、バーガーナイスオッケーいいよ、ハートもありがとう、いいよ、いいでもいい、いいでもいい、いいよ、コツコツ行こう、コツコツ、シューバさんナイスオッケーいいよ、勝つぞ。絶対勝つぞ。妖怪、加工モリモリ女、ぶっ倒すぞ。はい、猫ナイスオッケーいいよ。おじさんに勝つぞ、おじさんに。おしゃれ、猫さんナイスオッケー。身内もナイスオッケーいいよ。コツコツ行こう、コツコツ。メガホンナイスオッケーいいよ。大市さん、ありがとうございます、ゆうた。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。オッケー、オッケー、コツコツ行こう、コツコツ。よっしゃ、ネズミ20個クール、オッケー、お金持ち。いいよ、そうそうそう。はい、10個ナイスオッケーいいよ。いいよ、身内もいい、シューバさんもいい。よっしゃ。顔文字さんもバーガーナイスオッケーいいよ。絶対行くぞ。絶対勝つぞ。ネズミ4匹ナイスオッケーいいよ。そう。バルーンナイスオッケーいいよ。行くで。おっしゃー、お、なんか当たった。パワーザスオッケーいいよ。そうの人ナイスアプローチ。いつか一緒にリンゴ食べようね。オッケーいいよ。クミちゃんナイスいいよ。ハートもいいよ。バルーンもナイスオッケーいいよ。そう、コツコツ行こう、コツコツ。よし、クマナイスオッケーいいよ。クマもナイスいいよ。クマもいいよ。黒クマいいよ。いいよ。クミちゃんハートありがとう。いいよ。バルーンナイスオッケーいいよ。いいよ。リンゴナイスオッケーいいよ。ゾウナイスパワーオッケー。特命さんいいよ。リンゴ4個ナイスオッケーいいよ。また2分半やで。バルーンナイスオッケーいいよ。そうそうそう。クミちゃんもいいよ。はい。ブラックバーガーナイスいいよ。いいでもナイスオッケー。よし。コツコツ無料アイテム残ってたらくださいね。無料アイテム。いこ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 はい、猫3匹ナイスオッケーいいよ。猫首だけ風の人ナイスオッケーいいよ。コツコツ行こう。ケイトリン、ドクリンゴナイスオッケー。長いね。はい、ゾウパワー出すオッケー。もうだって明日もでもこの感じやからね。クマナイスオッケーいいよ。なんで、ね、なんであと2分あるからちょっとゆっくりしません。ゆっくりしません。ケイトリンパワー出すオッケーいいよ。ゆっくりしません。ありがとう、パンちゃんから。いいよ、コツコツ行こう。風船ナイスオッケーいいよ。いいねもいいよ、トモさんいいよ。うん、あ、無駄アイテムあります。ドクリンゴもナイスオッケーいいよ。ええよ、ええよ、コツコツ行こう、コツコツ行こう。はい、KP5 個ナイスオッケーいいよ。トモチゾウパワーオッケーいいよ。ブラック猫ナイスパワーオッケーいいよ。初めて見ねんけど。はい、ハートナイスオッケーいいよ。キンメガもナイスいいよ。ハートもいい、うまい、いいよ。いいねもナイスオッケーいいよ。ありがとう。はい、ケイトリンナイスオッケーいいよ。クマナイスオッケー。よし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 、いけるいけるいける。よし、この妖怪加工モリモリ女ぶっ倒すぞ。よし、1個、オッケー、ナイスオッケーいいよ。いける、トモちゃんナイスオッケーいいよ。いいよいいよいいよ、いけるいける、ゾウパワーだ、そっか、いいよ、いけるいけるいける、大丈夫大丈夫、おっつけるおっつける。はい、メガホンもナイス、いいよ、メガホンもいいよ。よしよし、まあまあかわいい、まあな、うん、あ、いいよ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 、 KP ナイスオッケー。ブラックハートもナイスオッケーいいよ。ミュージもナイスオッケーいいよ。マジでいいよいいよいいよ。オッケーオッケーオッケー。風船もナイスオッケー。いいよ。いいねもいいよ。そう。つなげていこう、つなげていこう。よっしゃ、バルーン10個。よし、向こう差し込み来るぞ。差し込み来るで。油断せんといこうね。オッケー、10個ナイスオッケー。いいよ。はい、ネズミ10、オッケー。いいよ。差し込み来るぞ。差し込み来るぞ。クマさんナイスオッケー。いいよ。身内ナイスオッケー。クールいいよ。ほんとうまい。はい、ネズミナイスオッケー。いいよ。差し込ませよ。ラスト30秒。よっしゃ、バルーンナイスオッケー。いいよ。風船10個。はい、豚肉パワーザストッケー。アラミ2個パワーザストッケー。特命さん、風の人うまい。接戦、接戦、接戦。オッケーいいよ。オッケー、ネズミナイスオッケーいいよ。いけいけ。はい、豚ナイスオッケーいいよ。はい、ネズミナイスオッケー。差し込み来るね、向こう。差し込み来るね。ラスト10秒。オッケー、ネズミナイスオッケーいいよ。はい、金目がナイスオッケー。オッケー、コツコツ行こう。何の小人ナイスオッケーいいよ。うまい。よっしゃ、4秒、3秒、2秒。オッケー、コツコツ行こう、コツコツ。オッケー、2、1。はい、クール中。オッケー。オッケー。うえいよカロス2。はい、ケイトリーもここナイスいいよ。よっしゃ、ネズミナイス、G の人ナイス、さっからいいよ、そうそうオッケー、いいよ。まだアイテムのラグが止まらねえ。ああ、アイテムのラグが止まらねえ。あ、クール、オッケー、オッケー。よっしゃ、いいよ、特命さんナイス、いいで。ああ、うわー、負かしたらダメだ、パオン、ユーマク。あなたがアルプでスキルホールやったら、そっか瞬間名簿、僕の名前の出張箱 11%。 お金持ち、お金持ち、ユーマク、お金持ち、お金持ち、さすが
金松、うん、大したもんよ。あいよ。ほんじゃ、家行くからな。押された。え、うん。家じゃない。いいよ。ちゃんと更新、ちゃんと更新所使って住所特定するとこからして、いきなり配信つけて家まで行ってあげるよ。やば男。うん、どうも、やば男です。うん。よく家行っていいって言ったやん。言ってないわ。あかんの？言ってないわ。じゃあお前が来い。え？やば、やお？うん。お前が来い。うわ、負けた。でもちょっとなんか惜しかった感じもなんか。いや、俺さ、明日バトル控えててさ、全員1割やで。全員1割やで、うちのとこ。ほんまに。え、さっき言おうとしたんでしょ、うん、そういや、明日バトルやのに。で、だから全員1割やで。うん。本来、こんなさ、ガチのバトルになったら、こんなカスみたいなスコアで、俺に勝たれへんから。うん。なんすか、シルプラっすか、シルプラ。いやいや、まあ、歴が違うんでね、歴が。シルプラっすか、歴が違うんでね、そりゃ勝ったよ、言い訳すんな。言い訳すんな。この妖怪加工もりもり女。言い訳すな。うるさい、じじい。じゃあ、しゃ、おいくそ、ババア、ほんま。ババアではないわ。お前、ババア何歳やねん、お前。26歳。嘘つくな。ほんま。嘘つくな。足す6ぐらいやろ。嘘つくな。26です。嘘つくな。寝落ちこくな。平成生まれです。誰がそれ信じんねん。絶対30代やろ。その時空の歪み方見てたら絶対30代じゃん。そっちかな。歯が汚い言われてる山田バックで。お前らの顔の方が一番汚いわ。え、てかお前さ、ゼニアンやったら歯ぐらい直したらええやん。だから痛いの。あ、そうなん。ゼニない、うん。あ、ゼニないんか。ゼニアル設定やめて。うん、ゼニア、俺、お前この間600万のロレックス持ってるっつってたやんけ。それ打ったらお前歯ぐらい直せるやろ。え、あのプレネの600万。あ、パオーソケイよ、フーの人ありがとうございます。あ、100年早いわな。100年早い。何が？あのイベント中の俺にバトル挑んでくるなんて100年早い。だって今日挑んできたもん。ちょっと絡んだっただけやんけ言うたら。だから夜ちょっと挑もうと思って。あともう一個言っていい？家おんのに頭にサングラスかけてるのまあまあ痛いで。だからハゲ隠しや言うてんの。別にちゃうやん。別にそれやったらさ、あの後ろでくくらんかったらやん髪の毛。みんなくくってる方がいいって。でもっと言うと別にヘアバンドとかでいいやん。なんでサングラスな。あ、確かに。いいよ。うん。お前どっかの南国のビーチにでもおるつもりか。その発想なかった。うん。最先端。ヘアバンドとかでいいやん。ありがとうございます。本当に。ああ、なんだ。それは本当に。そっちワイキキビーチですか。はい。こっち夏なんで。ああ。あっ。あと、中途に肩出さん方がええで。え、セクシーやん。いやー、なんか売れてないキャバ嬢とかそういうことしがちよな、言うたら。うん、売れてるキャバ嬢がするやつ。いやいや、売れてないキャバ嬢がするやつです、言うたら。うん、で、あれやろ、そのうち犬抱っこしだすねやろ、アホみたいに。そんなことない。犬抱っこしだせへんか。え、うん、喋りやすそうやな。こっちのコメントいいコメントやけど、そっちどうせなんかクソみたいな文句しか言ってない。いやいや、ええやん。どうせお前加工でクソやねんから顔。ええやろ。顔まだ詳しいでしょ。いやー、そんだけ時空歪ましてたわからんな、実際は。いや、時空歪んでる？歪んでんな。うん、後ろの背景とか。ちょっとさ、でもまあまあ。重力に引き込まれてるわ、顔の、うん。まあまあ、ぼちぼちいい顔してますよ。あ、でもお前、上の歯はセラミックなんや。ああ、はい、ジルコニアです。あ、ジルコニアなんや。なんで下行かへんかった？え、下も行こうと思ってたけど、うん。痛すぎて断念した。
いやいやいや、もうちょっとしたら行こう、もうちょっとしたら行こう。それ上だけやからなんか違和感あるんちゃう？もう下も行ったらええやん。あ、多分。うん。あ、あれやったらさ、先輩のイキリストさんにさ、コラボ出してみたら、歯のことは。聞いといてよ。いや、ボロカス言われるやん、絶対。いや、そんなことない、そんなことない。めっちゃ丁寧に教えてくれると思うで。え？教えてくれるってどういうことですか？あ、うん、教えてくれる。松平さんから歯のこと聞きに来ましたって言って、イキリストさんとこ行ったんやねん。一番嫌われてる人やん。嫌われてる人か、松平さんから。うん、とりあえずもう、イキリストさんとコラボ行っといて。うん、絶対嫌。なんでやねん。もうそんな、もう、アンチくんのもうほんまに勘弁。なんか俺んとこやったらいいみたいなノリやめろや。行ってこい、まんべんなく行ってこいや。え、でも言われたもん、イキリストさんと花屋さんは行かん方がいいって。いや、花屋さんは大丈夫やと思う。逆に、うん、父さんありがとう。うん。ちょっと、まあ、いいから、イキリストさんとこ行ってこいよ。いや、怖いんで。あ、罰ゲームで加工取れや、お前。一瞬。え？加工取れや。加工の取り方ちょっとわかんないし。いや、簡単やって、別に。無理ちゃうって。下3本線タップ押したいだけやから。バトル中でも取れるよ。下の3本線。いや、ほんで俺が今加工入れたるわ、自分に。うん。あ、どうなるか？うん。待って、そんなギャンギャンやってないから。あ、ちょ待って。美顔機能のオン。あ、入った、ほら。ほら、ほら。加工入れるよ。別に。変わるわ。箱入れれるけどな。ガチャバガチャバガチャバうるさいな、ほんま。歯はどうでもいいけど、加工取ってほしいわ、マジで。何取ってほしいですか？実物との、実物との乖離を見てみたい、それだけ別に。なんかその、バカにしたいとかそんなんはないよ。だってお前別にあれやろ。そこそこ自分に自信あるから完全顔出ししてんねやろ。加工なし行けよ。その方がファン増えるぞ。木下ゆきなはめっちゃ言われる。加工なくて。いや、別にそういうのいいから。そういうのいいから。そんなん言うやったら俺プライベート、あれ、平野翔に似てるって言われるのと一緒やん。疑問。あ疑問。平野翔に失礼。平野翔に謝れ。山田涼介とかも言われるけどな。え？山田涼介に謝れ。うん。お前も木下ゆきなに謝れ。パクゆきなに謝れ。マジでよ。山田涼介に謝れ。謝れ。うん、え、美白切ったろかじゃあ。ちょっと見させてもらってますけどね、うん、ここのコメント。オッケー、行けよ。切ってまえ。行け。美白？見せ場作れ。美白切っても変わらんで、絶対。ちょ、じゃあ、ほんで、早行けよ。行ってみんや。行くで。うん。前回が、これね。うん。うん。ほら、うん、やっぱ加工やな。あ、やっぱ加工取ってよ。加工取ってよ。後ろ歪んでるって、歪んでるって。動くなって、酔うからもう。ふらふら動くな。酔うから。どこの加工を取ったいの？いや、加工オフにしたらいいだけやん、別に。絶対嫌。なんでやねん。なんでやねん。加工はするもんでしょ。あ、ガーン、エラ張るん、いきなり。ガーン。え、エラない。そんな顔、あれじゃない。だね。なんかちょっと顔、キュッてなって、目ちょっとキュッて大きくなって。ガーンって。で、目、しじみなんねやろ、ちょっと。うん、しじみにはな、まあ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 。うん、もうアンチほら、こっち来るやんか。いいやん。どんどんアンチ来いよ。ありがとうございます。お前負けてんのに言う通りにしろよ、ほんま、マジでよ。お前、毎回何も言うこと聞かへんな、ほんま。この妖怪加工女。でもこれぐらい生意気なやつ、珍しいからいいって褒められた。いや、ごめん、別に珍しくない。え、全然、あの、リリーさん枠で。どこにでもおる。うん。ま、量産型じゃん、お前みたいな。絶対ちゃうやろ。
量産型じゃ言うたら、お前、お前の先輩のパンちゃんに怒られんぞ。パンちゃん怖い、うん、お前の先輩のパンちゃんに怒られんぞ。先輩じゃない、パンちゃんは。いやいや、キャラかぶってるから言うたら。え、かぶってない、かぶってるは一緒じゃん、うん、愛が強いだけ、パンちゃんの何言ってんのお前さっきから。ほなな、落ちるぞ。はい、ありがとうございます。頑張るよ。あ、うん、待って、ブロックしないよ、このこいつもうどうでもええわだー、あ、妖怪加工女、妖怪退治や。明日さ、名古屋にやったらさ、四日市まで混んでよかったな。名古屋でよかったな、うん、元画面戻るまでちょっと時間かかります。ラグあります。あー、でもやっとイベント終わりやな。やっとこさ、やとみでいい。やとみに安いラブリーある。オッケー、だそこ行くか。たく燃えるぜ、ほんま。いや、さっきの人プラプラやで、うん、2ヶ月ぐらいで、うん、なんかほんま、膣どかたでもしてんちゃうかな。もうな、すごいよな今、だから名古屋と、うわー、もうゆうまさん、ありがとう、パオーザス。ほんとね、いつか一緒に淀川で花火見ようね、オッケー。いいよ、ゆうまさん、大好きよ、ほんと、もう大好き、もうほんと大好き、うん、ほんと大好き。え、R 社長は明日会う予定。あ、タコシすげえ、70万巻き返した。いや、知らん、ごめん、どこから来たかとかは聞いてない言うたら、うん、もう全く、なんか北区に住んでるらしい、大阪市の。いや、名古屋着いて通り越した。今から何する、ホテル探して寝る。ホテル探して寝る。え、いや、もうそうやろ、うん、だって俺、昨日2時間しかねんと、今日朝から何放送つけてどっかずっと走って、で、ネアンと名古屋まで行ってうなぎ食ってまた配信つけてねん。もう無理やろ、うん、いやこれもエナジードリンク、モンスターエナジーのせいなだけ、うん、もうほんまのガチの極限状態やわ、うん、いや、ちょっと また元気は元気やけど、うん、ちょっとほんまマジでこの辺であれせなあかんわ今。長島湾岸、長島パーキングエリアっていうとこおる。こっからやとどうしようかな。ああ、どうしようか。 この辺にホテルとかあんのかな。戻らなないか。あ、うん、長島スパーランドの近く。あ、うん、今長島におる。イベ最終日、分かってるよ、そんなん、もう分かってるよ。いや、でも風呂入りたいもんはさ、絶対、うん、まあでも東京と違って一宮遠いやろ、こっから。四日市のホテルがある。あ、イベのさやりきるよ、当たり前や。じゃあ12時過ぎてからの話な。おしゃれ貴族ってどこにあるの。この近所にあんの。もうどこでもいいよ、もう何でも。長島やったら帰れるけど、だって名古屋戻らなあかんもん俺、うん、長島降りて23号名古屋へ向かうと右側。ありがとうな、もう長島で降りるわ。え、だってあれやろ、長島ってパーキングエリアとインターチェンジセットやろ、ちゃうの。長島で降りて、名古屋方面向かって行って、であれするちゃうで。 R 社長明日は名古屋おるらしい、だから名古屋行くわ。うん、いや、ご飯をえの食ってきたからな、ツイッター参照で。ええ、いやー、やっと東京編終了や。なんか今回めっちゃ長く感じたわー、ほんまに。ああ、こっから一宮なんか通らんやろ、言うたら名古屋行くのに。通るん、通んの。あ、プラチナのタヌキさん、よかったら僕を総合1位にしてください。266号さん、僕を総合1位にしてください。
ダメですか？お願いします。プラチナのタヌキさん、本当にお願いします。本当お願いします。266号さん、大好きです。ファンタスティックにあげてください。お願いします。いいやねお前、釣りかよおい、こらクソプラタヌキ、お前寝打ちこきやがってよ。釣りかよおい、釣ってくんなよマジでお前よ、お前寝打ちこきやがってよ。何やねんお前、釣りやんけ言うたらよ、さらんなよ、寝打ちこいてんちゃうぞ言うたらお前。え、四日市のホテルマンばっか、四日市インター側じゃないと空いてない。え、嘘でしょ R 社長、どうしよう。え、四日市行かんと、僕もう長島で降りて、もう一回、何、あっちの方行こうかな思ってるんですよ。あの、名古屋方面、うん。ちょうど名古屋と四日市の、その、中間ぐらいのところで泊まってたら、明日動きやすいんちゃうかな、みたいな。うん。情緒、尻滅裂な、いや、そらそうやろ、言うたら。こっちは寝てないね。うん。いや、これちゃうで、あの、転生した方のある社長やで、ゼロゼロの。うん。あの、転生アカウントの方ですよ、たら、もう。あ、そうそう、新しい方やで。あ、そうそう、風船効果あざす、OK よ。ウォーターゲート、カニエ店がその辺で最安ね。OK、そこ行くぜ。うん。いやいや、かなちゃんは出えへん。かなちゃんは出え、妊婦さんやのに。もうこんなさ、薄汚れた、排水口界隈で、また気を患ったらあかんから。全然寝てないよ、うん、しかしな、うな富士うまかったわ。うな富士っていうかこれ何や、岡富士か、うまかったわ。あー、これうなぎ食いながら涙流れたもんな。ちょ、ほんまにマジで、ほっ、あっって言って気ついたらさ、頬伝ってたわ、うん、マジで、うん、でさ、あの横のお客さんがさ、どうぞって言っておしぼり渡してきて、うん、で、パッて顔見たらさ、めっちゃ可愛いねやんか。で、あの、実は配信見てますって言ってくるからさ、うん、うん、そう、うん、っていうね、妄想っすけどね、うん、長島からなら、なんとかジップがおすすめ。高いんちゃうのそれ、長島の隣で近い雇みジップ、高いんちゃうの。あ、はい、嘘です。はい、予算はまあ宿泊で、あ、安っ、じゃあもうそこでいっか、そこでしょ、そこ、もうそこ決定で。いや、玄ちゃん会いに行かへん。あ、おかえり、イブさん。おはよう、あやね、おはよう。え、なんで答えないの。え、すまんすまん、2号に何を聞かれてた俺。すまん、1個コメント飛ばしてたか。何を答えたらええねん。うん。質問。何？何を答えたらいい、2号に。うん。前の質問に答えてやろうではないか。うん、何や。あー、でもほんまあれやな、来月はほんま TikTok 行って情弱釣りまくらなな、うん、情弱釣りしまくらなな。あー、え、 R さん消してまた、あー、うん、せや、そうやって見たらわかるやん。自分で R 社長のアカウントタップしろよ。ゼロゼロやろ、見たらわかるやん、うん、配信歴もないじゃん、見たらわかるやん。そんなこと聞かんでも自分でタップしろよ、考えろよ、わかるやん。俺一回説明したやん、転生アカウントやる、うん、向き合えよ。うん、そいつハマってんのか、おい、みったんこよ。ハマってんのか、うん、その前から言うてたやん。そんなんでお前切れ口調でいちいちさ、うん、答えてよみたいな、お前。あ、しっちゃんパン OK よ、そう、うん、今日はもう割り勘にしよう、あ、割り勘にしよう。あ、ハマってんの、みったんこ、うん、ハマってんねやろ。はい、
はい、割り勘ハマってるんで。あ、あの人 1×10 は74、パワーオッケーいいよ。うん、ええー、うまい、ナイスアプローチ。はい、パワーアザスオッケーいいよ、ナイスいいよ。そうそう、うん、コツコツ行こう。はい、5倍ナイス、パワーオッケー、コツコツ、おし、オッケーいいよ、うまい、ナイスアプローチ、いいよ。あ、ミッタンコいいぞ。お、ミッタンコ金メガ投げてるやん、てめえ。あれやな、課金できる口やな。あ、V の人もありがとう、パワーオッケーいいよ、V の人もいいよ。あ、ブルさんもいいよ、そう。おー、ちょっと待って、ミッタンコがあれやぞ、見せてんぞ。生垢でハマってるというキラコメからの金目川フラグやぞ、これ。あ、ゼロの人ありがとう、パオーケーよ、そう、割りか。まあ、でも明日バトルあるからな。え、金目が CM でもらえんの？じゃあちゃうやん。なんかのおまけで持ってる方やと思ってた。ちゃうんかよ。変わったんか。やられた。あー。やっと終われるわ、バトルはあかん、もう主力戦や言うたら、うん、もうクレジットカードのしばき合いや、うん、でもな、勝ちに行こう、バトルはもう割とマジでガチで勝ちに行こう、うん、ほんまに勝ちに行こう、うん、俺はええよ、最悪な、俺はいいけどさ、あのリスナーさんがあのバカにされるのは嫌やろ、もうなんか俺はいいけどな、ですね、うん、ブランド力を上げていこうぜ、言うたら、ブランド力マジで上げていこう、うん、値打ち超えていこうぜ、うん、明日はもうとりあえず適当にイベント飛び乗りで入ってるからさ、もう豚とか象とかイベントの有料アイテムも元いい、もうファンタスティック、もう何でもいい、うん、もうバカバカ言って、うん、あ、ありがとう、無料招待ライン、ありがとうございます、社長、うん、やった、なんか送ってくれてるわ。え、なにこれ、いやいや、いいっす、いいっす、いいっす、社長、いい、うわー、もう社長、もうごちそうさまです、もうええのに、そんな、もうあー、もう受け取っとくっすわ、もうええのに、すいません、ごちそうさまです、うん、なんか突然天からペイペイが降ってきた天からペイペイが降ってきた、うん、えぐいわ。あー、ちょっと一回また転生してる、もう配信は多分せえへんのちゃうかな、ゼロ円やし、ご飯食べても、いや、ごちそうさまですわ、ほんとありがとうございます、天からペイペイ降ってきた、天ペイ来たで、うん、ごちそうさまです。ああ、そう、あれ限定食やね、うん、あのこのここの限定食で、あの白焼きのひつまぶしっていう、うん、そうそうそう、でさ、店員さんがさ、俺のことバリ田舎者扱いしてくんねやんか。ああ、ちゃうほんま、なんか割とさ、あのもうお金持ちばっかりやね、お店入ったら。もう貧乏におらんねん、俺みたいにこんな小汚い格好で入ってくるやつおらんねやんか。なんかあのひつまぶしの食べ方わかりますかとか聞いてきやがってさうん、これ食べ方わかりますかとか聞いてきやがってよ、うん、うん、あ、そんなことないよ、エリボー、今誰だろ、喋ってるだけやから、うん、そんなことないよ。まあ次展開あるとしたらエリボーの家に泊まりに行くぐらい、うん、あ、無料アイテムありがとうございます。は、食べ方知ってるわ、俺うなぎ通やぞ、言うたら、ああ2ヶ月に1回ぐらいはあのうなぎだけは高級店行くからな、うん、知ってるよ、そのぐらい、うん、食べ方わかりますか、びっくりしたわ、ほんま、うん、あ、ありがとう、トシコいいぞ、トシコ金目がいいぞ、うん、そやな、2ヶ月に1回やな、うなぎは、いいよ、金目が、トシコいいよ、トシコいいよ、うん、トシコいいよ、食べ方、茶碗によそって、まあ、一発目はあのまあ薄味でいくと、うん、とりあえず、うん、一発目はで、二発目はあの薬味をふんだんに使っていくと、で3、4で、あの3が俺はだしで、4はだし&薬味、うん、完璧やろ、どうや、ほら、
で間でうなぎの肝を挟みつつ、うん、どうやどうや、うん、完璧やろ。俺もう言われんで分かってるから。あ、キンメが2個ナイスオッケー。せやな、わさびやな。あ、いや、あかん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 、もうあれはコース料理やから。うん、ひつまぶしはコースやから。あー、アザスパオッケー、いいよ、小人ナイス、いいよ、うまい、うん、やろう、イケメンすぎるやろ、キーの人、いいよ。そうそうそう、どん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 行こう、どん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 行こう、うん、え、なんなんそれ、支払ってなんなん。あ、西原か、行ったことない、うん、え、ここあの、うな富士の系列か、言うたらあの、栄の、あの、なんとかなんとかなんとかのビルの1階にあるとこ、なんとかなんとかなんとかの、うん、今日はあの、限定食の白焼きを頼んだ、うん、限定メニュー。玉切れてたらどうしようかな思ったけど、あったわ、うん、え、ちゃうで、大須の商店街や、配信禁止やねんで、234何も知らんねんな。営業時間内配信禁止になったんやぞ、大須の商店街。いやー、にわかだねー、商店街側からこれ入ったんや、うん、いやいや、まあ、誰が悪いとは言わんけどな。あ、せやでせやで、大須の商店街は営業時間内これです。はい、あの、許可取ってからじゃないとあかんねん。まあ取れへんけどな、多分。名古屋だから結構あれやで、厳しいで、あの、店もあれあかんくなったやろ、うん、まあ誰とかはないよ、うん、あの、誰かのせいで配信禁止なったを口にしているのは新八丁くんの時だけやから、うん、そう、新八丁くんは全部 OK やから、うん、あ、雨めっちゃ降ってる、バカ降ってる。あ、せやで、愛之助来る店、うん、ゆうなり深夜、あー、あれな、うん、あの、兵庫県の田舎生まれの子ね、うん、ただでも深夜直分だいぶ変わったけどな、うん、配信外で歩行者信号すら無視せえへん男になったからな、うん、で、この話したっけ、あの、何、あの、新八丁くんのさ、あの、プロモーションビデオの、まあ、撮影飛び入りで呼んでもらって行ってきてんけどさ、ちょ、もうあまりにもグダグダやってて時間を押してるからさ、あの、ちょっと急いで次の場所、急いで次の場所ってやっててさ、まあ、その雨村のさ、信号なんか、まあ、みんな無視するやん、よくないねんけど、歩行者信号無視するやん、もうみんなして歩行者信号無視して渡ろうとしたら新八丁くんが全員止めるみたいな信号赤やでみんな信号赤やでみんなって、うん、ゼロワン信号赤やで、うん、あかんって止まろう配信も回ってないのにやで、うん、やばいやろ、そのぐらい生まれ変わってるわ新八丁くん。あかんって信号赤やってゼロワン、彼は生まれ変わりました、もう、うん、うん、いやいや、配信外でもそれやからな、あの子、うん、いやいやいや、びっくりした、うん、いやいや、でも変わったよ、変わったよ、変わったよ、めっちゃ変わった、うん、あんな人じゃなかったのにな。どこにいるの、え、長島、うん、長島のサービスエリアで、今日はもう R 社長が送ってくれたとこ行くわ、うん、もうそこで泊まる、そこで心ゆくまま泊まって寝坊する。ああ、そうそう、長島おる、散髪は大阪帰ってからやな、大阪帰ってからや、散髪したいけどな。ああ、そうです、ギリ三重県ですね。え、でもさっき教えてもらったところはギリギリあれなんかな、寝過ごしてないやんけ、寝やんと起きてるやんけ俺ちゃんと、今日徹夜で言っとくけど。で、あと新たに金松に、そういえば大阪帰ってからな、新たに金松にあの新メンバーが一人増えそうです。はい、新メンバーが一人増えそうです。さらに、え、女性です、女性です、家
豚小屋です。いいえ、豚小屋です。で、皆さんこっからです。なんと生活保護です。くー、一人増えたで、また、うん、自分から志願してきてるんで、はい、くー、うん、あー、まだお披露目してないですね。はい、乞うご期待。うん、セイホも、あ、セイホもうええって。いや、でも自分から祈願してきてるから、うん、はい、ヤーの人10個ナイスパン、オッケーいいよ。いや、まあ、面接してからやな、とりあえず。うん、僕たちはやっぱ配信プロ集団なんで、やばいで、勢力図今えぐいで、うん、飛ぶ鳥を落とす勢いやで。飛ぶ鳥を落として焼き鳥にする勢いやで。まあ12月頭ぐらいから行こうかなと思ってる。うん、いやいや、なかなか個性派揃いになってきたっすね。ええ、善逸が金松はゴミしか、いや、そんなことないやろ、善逸くん。ランクで言ったってさ、何人善逸くんより上やねん、言うてみろよ。閲覧だってよ、何人善逸くんより上やねん。なあ、だって夏木ちゃんにしかり、奈々ちちゃんにしかり、プラプラとかプラチナでしょ、言うたら。で、ゆうまくんも入ったやろ、ゆうまくんだってプラプラやし、言うたら。何おると思ってんの。あ、バイトのクロチンですらゴルプラとかやぞ、言うたら。で、翔くんだってゴルプラやし。そうや、和田金だって何やかんや言うてゴルプラとかやろ、ちゃうの。え、ネモピは、害悪ナナチちゃんのお友達で、今家族の方と警察総出で捜索願い出されてて、行方不明になってる女の子です。行方不明になる前、行方不明になった後ぐらいに、ツイッターにて大量のお薬のツイートをしてあって、かなり危ない。なんかな、名古屋の樹海に行くって言ったっきりらしいね。いや、だから頑張って今探すから。で、明日 R 社長に会ったらちょっと情報も聞いてみる。ひよこん、ひらしゃいんちゃうで、バイトやで。あ、金松の名簿は家にあります。ちょっと今度あれよ、金松のメンバーにPDF かなんかでメンバー表送るんで、あ、もう書類にしとくか、一回書類作るか。在籍名簿作るんで、はい。いや、名古屋にあんねん、樹海。あ、そうや、ヒノキオカだってプラチナやしさ、言うたら。結構さ、何、結果出てるけどな。あと、キャリーちゃんだって副社長やし。どうすんの。いや、それ接点ないと思ってた、あってん。いや、家臣はトップグループちゃうの。前田くんがなんと主任を辞退したいって言ってきて、前田くんが今平社員になりました。ただもう扱いは主任やけどな、前田くんは。自分から辞退したいって言って平社員になってんけど、もう主任は、あの子は俺の中では。前田くんはいるよ、やっぱり。大事よ。やっぱ創設時のメンバーなんで。ウリンちゃんっていう人も主任やで。前田くんしかまともな人おらん。おるやん。あと言うてさ、小田さやちゃんとか優作くんもまともやで。俺も。白井君はだってあれやろ、イギリスト先生に弁護士入れてもらって、キャリーちゃんからお金回収するから、僕はもう全部イギリストさんに任せますって言って、あれはイギリスト軍団の人やろ。僕は、
え、でもあれやで、その白井くん、なんか仕事クビなるみたいやぞ、うん、聞いた話やけど。なんかあの介護施設の職場で階段から利用者の方が転倒されて、でなんかあのもう やめる圧かけられてるらしい、うん、え、合ってるよなこれ。ああ、せやでせやで。まあそれはもしかしたらアイテムこじるためにやっているのか、はたまたガチなんかどっちかは知らんけど、あの子も大嘘つきやからさ、うん、平気で嘘つくタイプやからどっちかわからんけど、うん、ただでもガチっぽいな、うん、だからそろそろ無職になるから、うん、白井くん助けに行かなあかんわ、うん、あーそう、利用者がなんか階段から落ちたみたいなことで花屋さんに白井言われてた。よし助けに行こう、白井救出しに行くか。いや案外あの子おっちょこちょいやから原因白井くんじゃないのになすりつけられてるとかありそうやけどな。うん、いや知らんで、それは俺その施設どこか知らんけど、うん、なんか分からんけどどさくさに白井くんのせいにされてるみたいなありそう、うん、あ、え、僕は悪くないと思います、うん、ナナチの役職とキャリーの役職変えてほしい。あ、それナナチちゃんが言ってきたらええよ別に、うん、それはいいよ、どっちでもいいよ別に、うん、いや別にどっち側とか俺そういうのこだわりないからな、いいけどな。白井救いに行くか、そうしたら、うん、白井金松に入れるか、うん、最近いやだから何だち東京行ったらええんちゃう、うん、東京行ってキャリーちゃんとコラボしてみたいね、うん、いやいや俺がおるやろアホな、全員の平均値俺一人で上げてるやろ、金松で部屋、まあ、俺がもしあと2000万円今年中に工面できたらありかもな、うん、あと2000万円さ、用意できたらもういきなりもうバーン法人にしてもうて、うんうん、金松配信部屋作るか、うんうん、いや法人にしようと思ったらあと2000万足らん売り上げで、うん、あと2000万なかったら2期持ちこたえられへん多分、さっき赤字出していったとして分かる言ってること、うん、ちゃんとシミュレーションしたら無理や、うん、あと2000万いる、うん、あと売上で2000万いる、これが何1年とか2年で法人にする LINE やわ LINE、うん、ちょもうほんま現実問題、あちゃで2000万くれって言ってるんじゃないで、あと2000万余力なかったら無理、うん、じゃないと5年以内に倒産してまうわ、うん、年収って売上からその残した純利益の話で言うとどうやろう、僕らやかな800万ぐらいじゃない多分、純利やろ、売上で言ったらあれよ、そら何3000万ぐらいはいったんちゃうかな今年は多分、うん、もうちょっとあるか、みんな計算して自分で、うん、毎月ポイント見せてんねんから、うん、いやみふわっち知名度ランキング僕第7位じゃないですか、うん、11位ぐらいまではみんなそのぐらいあるで、うん、みんなあるで言わんだけで、うん、養分とかも勝手に計算したら俺の倍ぐらいあるし、誠治、うん、さんなんて7倍とかあるんちゃうかな、うん、でなんやかんや言うて高橋さんの方がもう1000万以上上やし、うん、なんやかんや言うてでイキリスト君も誕生日月のやつとか計算したらもっとあるし、うん、みんなあるで、うん、いやそんなんさ1年ぽっきりのさ単発でそんだけあったって夢なんか見られへんって言っといたるわ無理、うん、そんな来年どうなってるかわからんもん、うん、しかもさアカウントだってエヴァになってる可能性あるし、イキリストで多分ちょうど俺の倍ぐらいだと思う、6000万か7000万、うん、売り上げで、う
今のとこな、知らんでまだ伸びるかもしらんから、うん、6000万はあったわ多分、うん、俺人の勝手に計算するのめっちゃ好きやからうん、次のだから年の年金っていうかもう払わなあかんもん全部トータルして今で1100万ぐらい、もう何税金から何から全部入れて多分そんなもん。沢ちゃんなマンスリー200位におらんからな、今月計算できひんわ、うん、売上で言ったら誠二さん貴重くんで養分で高橋さんとイキリストあたりが一緒ぐらいちゃうんかな多分。あ、売上で言ったらな、貴重がもうダントツにいいやわ計算したら、うん、もうぶち切りのに言ったら誠二さん、貴重くん、養分やわ順番で、養分と貴重がそこそこ近いで、その下に駒井くんやな、売り上げで言ったら駒井くん、うん、誠さんもうあかん、もうぶち切りや。あ、中村くんはそんな、まあ中村くんもすごいけど売り上げで言ったらそんな多分年2000万いかん、絶対いってない、うん、せやな、いや養分もレベチやな、誠二さん貴重くん養分がレベチ、うん、もう ぶっ飛んでる。でそのちょい下に駒井くんテンストさんイキリストででその下やわ俺言うたら、うん、いやーなすごいよな、ゼロワンすごいよな、もうすごいわ、あーすごいわ、ほんまにほんまにすごい、かっこいい、もうマジで、あまあこれまたゼロワンの話するけどさ、まあちょっとな、あの何手持ちなくてさ、あの 2万円足らんかって、あのもうゼロワンと遊んでる時に、山田 お前だったらあの何万でも貸してやるよっつって、山田は信用あるからって言って、まあ2万借りてん、その時手元なかったからさ。でその後ちょっとしたらさ、山田もういいわ2万っつって、うん、もういいわ2万って、うん、かっこいいやろ、うん、いいよ山田2万円、その代わり新八丁のプロモーションビデオ来てくれよみたいな、うん、そうそう、それもさぶっちゃけさ、あのもうお俺の方が得あんのにやで言うたら、うん、山田ありがとなっつって、ありがとなって、もうって言ってくれてるゼロワンにえバトルの画面送っといたお俺とマサヤのバトルの画像だけ送っといたおお送っといた、お今度会った時怒られそう、いやわからん、既読ついてるか見んの怖い。あ、ダナチ今から警察で事情聴取行ってらっしゃい、また教えて、俺も頑張ってネモピ探すから、うん、で3週間ネモピ見つからへんかったら、あの対策本部組んで金松全員で1万円徴収して、探偵入れます。はい、金松全員から1万円徴収してマジで更新状入れます。はい、探偵と警察どっちが優秀かやってみようぜ、うん、はい、金松全員から1万円徴収です。そんないらん更新状なんて、うん、そんなにいらん、うん、いや単に人探しやったら警察より探偵の方が優秀やからな、うん、俺は知ってんねん、うん、探偵は見っけてくるよ、うん、あの何調査期間長くなれば長くなるほど料金張ってくるけど、うん、あの2週間ぐらいで絶対見っけてくるわ、うん、すごいで探偵、あの人らの情報もなめたあかんで、
いやすごいよ、うん、あの人ら大したもんやで、プロやで、うん、いや樹海はあれじゃない、奈々地警察行く、うん、こっちはこっちで情報も駆使して探すから、うん、あんたが火を出したりなんでやねん、ネモピ別に金松ちゃうから、うん、ネモピが金松やったらまたちょっと話変わるけど、うん、あの子は金松ちゃうから、うん、なんか天狗界とかようわからへんとか入ってぶっ飛んだ子やから、ちゃうで、ネモピ金松ちゃうで、ナナチちゃんのお友達やから多少の優遇はあるだけで、うん、いやだからやん、全員から徴収、うん、1人1万で30万、うん、30人ぐらいおるから、うん、で集まらへんかったら全部俺の財布に入る、うん、でそれで、金松の忘年会、あ、マエッチの家にも今から警察来る。TikTok で配信回せ。うん。TikTok で回せ。うん。ネモピ天狗となん、そうせやで天狗となん、なんかあの天狗のせいでなんか怖い思いしたらしいわ。うん。ワイダ君辞めるって言ってないで。俺聞いた聞いた今日直接。なんか主任でおんのがなんかおこがましいって言ってなんか平社員にしてくれって言って平になった。うん。嫌になりましたね、金松さん、うん、前田くんはいるよ、うん、前田くんは絶対いるよ、唯一の社会派やからな、天狗は知らん、どうなったん、いやいや、あれがいいねんってやっぱり、うん、あ、当たりも触りもなくてさ、うん、あれはあれでちゃんとキャラ立ってるから、うん、大事よ、うん、天狗界は何一応協力体制とは言うてたけど、うん、あー、じゃあもう刑事やな、しかもこんな時間から警察と会うっていうことは割とガチガチの捜査やな、うん、こんな時間からやろ言うたら、ということは割とあれやな、命の危険性がある緊急的やっていう風に向こうは捉えてんねん、多分まあ他界してしまう可能性があるから、うん、あーやろうせやろう細かく、いや事件性っていうかあれちゃう、自決を匂わしてるからやる言うたら、大量の何大デート、うん、あ天狗のせいで犯に目つけられたと思い込みで失踪か、ああほんじゃあれやんな、多分あのアシュラさんとかとコラボしてた時の動画とかも全部 見せることなんねやろうな多分、うん、思い込むからなネモピはな、うん、メンタル弱いあの子、なんか知らんけど俺が2回ぐらいメンタルケアした気する、うん、そう思い込みネモピ救わなあかんけどな、うん、ただ俺ネモピの住所は知ってんねん、そういえば、うん、いやええよ別に入れても、うん、見っけたもん勝ちやからそんなもん、うん、あ中井のせいなん悪い、そうでしょ、中井と天狗のせい、そうやろ、いやネモピまだ見っかってない、もう一回かけてみようかネモピに、電話出るか知らんけどネモピに一回かけてみるわ、うん、あーそうそう腐ったナスビって呼ばれてた子、あの子やネモピ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 、一回かけてみるわ、ちょっと一回ネモピにかけてみます、さあ繋がる神回来い、繋がる神回来い、引け引け引け、ドン、引け、つながる神回来い、いでよネモピ、あかんわダメや、あーあ、直電電源入ってないやん、じゃ意味ないわ、まあ電源切ってても GPS で場所わかると思う、あ、やっぱりこうって男が、
でそのコウって男の人もあれやねんな、大手仲間かなんかやねんな確か。うん、そやねんな、うん、大手グループの人やねんな。困ったね。うん、そう、こうがなんか四日市だか名古屋だか、うん、っていう話やから、うん、明日ちょっと R 社長にも聞いてみるわ、うん、そうそう、 X にも薬あげてるやろ。え、30過ぎ全科多数大手やろう、やばいやん、絶対あれやん、あのアカン方もやってるタイプやん、うんうん、30過ぎと大手してたらあかんで。いや、もう出てるはず、出てるから事情聴取されるんやと思う、七つとかも。親がな、確か、もう捜索願い出したんやて、うん、いや、電源は入ってないやろ、多分。もう俺直電話知らんからな、ネモピの知ってんの住所だけやからな。いや、でも七つももう大でやめたって言ってたけどな、うん、俺が口うるさく言いまくるから。七つもやめてんで、大で山田さんが言うんやったらもうメジコンやめてアルコールにしますって言ってたから、うん、いや俺はやめてるって信じてるね、うん、酒やと飲みすぎてしまうからって思って、うん、そっち走ったけど、山田さんが言うんやったら、うん、もう酒にするって、うん、山田さんありがとうございました、うん、って言ってた、うん、いやいや、もうストロングでいいじゃん、うん、強めの酒で脳みそ溶かしとく方がマシや。いや、こう怪しいよな、うん、おい、中井のせいと天狗のせいで行方不明になったって言われてんぞ、大丈夫か、うん、どっちや、なんか中井のせいもあるって言われてんで、もうあんま分からんねんけど俺その辺。あ、レトメガ取っとこう、レトメガ、ああって言われてるけどな、界隈では。どうやねんやろ、中井がまあまあポンプ入れたって、なネモピに。あ、鳩だけポンプじゃないんや。さあ、まあどっちでもええよ、うん、困ったね、うん、早く見つかってほしいよな、ネモピ心配だわ、すごい心配だわ、やっぱ会ったことある人やからさ、うん、うん、怖いね、心配だわ、うん、あ、中井がネモピにお前もやられるって言ったから怖いね、心配だね、うん、シャメガホンナイスよ、うん、心配だわ、もう刑事が来ているのは、いや、事件性もあるし、やっぱあれじゃ生命がかかってるからちゃうか、うん、中井だね、天狗さんがアチュラさんに詰められた時おかしくなった、人間不信みたいになって、いやでも夜9時とかにさ会わなあかんくなるってよっぽどちゃう言うたら、うん、緊急性があるからやろ、どっちにしてもな。バイクは家にある、はいはいはい、うん、もしかしてバトル、まあ1回だけしたね、1回だけ、レンカちゃん、あのなんか向こうから来たから余裕で勝ったけどな、ボコボコにしたったけどな、いやいや、ネモピはただファミリーじゃないよ。あ、親が診断書出したから、あ、ネモピの X 俺わかるで、ネモピの X わかる、多分ネモピで入ってたと思う。ネモピの X はこれや、俺ネモピと DM してたからな、最初は知ってるはずやで、ちょ待って見るわ、
ネモピ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 、どれやったっけ、ネモピ。どこかわからんくなった、うん、名前がアーなんや、いい、ごめん、知ったかやわ、わからん、わかりません。いや、そんなわかりやすいとこおらんやろ、多分。わかりません。そう、前田くんの家が最後らしい、うん、その後誰か焦らずに渡して関係ないって言ってきてと慌て出した、はいはいはい。最終的に配信関連のお前らが全部悪いって言っていなくなったやろ、まあせやな、うん、あ、前田くんとキスしてんや、えー、あー家族、最後に来た LINE 見るか、最後に来た LINE、 ネモピから、すいません、調べてみたら歯のホワイトニングのやつでした、パニックってごめんなさい、アダルトグッズのとこに置いてたからシャブかと思ってパニックりました、マエッチも美薬みたいなもんとか言うてたので、じゃあ部下と思いました、天狗頼りにならないので山田さんに相談しました、あ、天狗頼りにならないので山田さんに相談しました、枠荒らしてごめんなさい、やって、うん、うん、怖いね、うん、怖いね、うん、怖いね、なんか新しい情報飛んでけえへんかな、うん、あ、うん、返してない、いや、ないな、何も情報ないな、え、ナナチは知らんけど俺は知ってる、うん、俺は家知ってんねん、ネモピの、あ、告白してた、いや、いかんねえ、うん、一旦様子見や、あの R 社長が情報持ってるかもしらんからちょっと聞きに行く明日は、うん、せやな、斧まで行ったよな、しかも電波あんまり良くないしな、うん、いや持ってるね、うん、なんかな、繋がってんねん、うん、情報持ってんねん、いや知ってるね、あ、知ってるよ、何でも知ってるよ、ある社長は、いや一回行ったやん、一回行きましたやん、いや、ネモピが行方不明、うん、いや知ってるね、うん、いや、カナさんは多分出てくれへんと思う、いや、R 社長、一説にはヤタガラスって言われてるからな、うん、日本版フリーメイソンって言われてるから、え、捜索願いは初動捜査だけで、あとは免許更新、公安手続きは成人なら保護されても引き渡しはあくまで本人の意思だからね、行方不明を思ってるのは家族だけ、テヘペロ、そう、ほら、知ってた、見てみ、ほら、直近で捜索願い出した人の意見や、これが、うん、見てみな、うん、ほら、知ってたやろ、まだまだ出てくるよ情報、うん、山田はそう、テンプル騎士団、うん、そう、うん、フリーメイソンやから、うん、知らん、生活保護受けてるって聞いたけど、いやー怖いねー、ネモピー、見てたら帰っておいで、
迎えに行ったるからね、モピー。うん。ネモピー、うん、ネモピー見てるやろな、多分、うん、パニちゃんとはコラボしないの？え、パニちゃんってどのパニちゃん？パニワちゃん？どこないそっけ、いいよ。パニワちゃん別にいつでもいいよ、全然、うん、え、パニワちゃん？ネモピブレイキングダウンのオーディション嘘でしょ。ネモピが SNS 触らんで、うわラチーの缶の金されてんちゃん、うん、大丈夫かな、うん、大丈夫かな。ああ、そのパニマちゃん、あ、コラボ来たら来るっすよ。コラボ来たら受けるっすよ。社長行くっすか、そしたら戦うっすか。はい、一票ありがとうございます。龍の人、いいよ。あ、いいでいいで、コラボ来たら受けるよ。ネモピ、ネモピ、今から気持ちいいやつしてあげるから、ネモピ、ほら腕出してみな、ネモピ。あ、やめなさい。あ、すいませんあ、すいません、すいません、うん、あ、すいません。なんやねん、別に何もしてないやん、タバコやんこれ、うん、ネモピーっつって。いや、実はナックルと V シネマで見たことあるだけ、うん、は、何もしてないやん。あかん、腹痛なってきた。そんな話するから腹痛なってきた。いや、もう漏らすまで我慢する、イベントやから。あ、うさぎさんありがとう、5個ナイス、オッケー、いいよ、うん、いいよ、そうそうそう、腹痛んできた。そんな話するからもう。トイレでも正面やな、言うたら。うんこ行くか、ちょっとうんこ行ってきていい？うんこ行ってきていいですか。うん、あ、そういうことか。あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、そんなんもうあるでしょ。無理せんでいいっすよ。うんこ行ってこようか。え、イベント終わったらさっき睡眠や。うん。あかん、腹痛い。あ、もうぜ、あ、ある社長、あの、もし明日バトル来れるんやったらでいいっすわ、別に。もう、まあ、別に花火でもいいっすけどね。花火くださいよ、ほんと。うん。どっちもいいっすよ。腹痛い。ちょ、うんこしてくる。もう漏れそう。ちょ、うんこしてきます、マジで。NHK あるな。ちょっと、うんこしてくるわ。ちょ、ドライビングモードになってもうた。ちょ、あかん、もう漏れる。ちょ、コメント見てるんで。やばい、跳ねて。
した、おかえり。うぇ、おぉ、オッケー。ごめんなさい。おはようございます。ああ、ちょっとめっちゃ雨降ってたな。だいぶでも弱なったか。で、ちょっとマカダミアナッツ買ってきました。おかえりなさい。間に合った。漏れてない漏れてない。やっぱマカダミアナッツやって。やっぱ食事の後はスイーツ食べたくなるよね。ならへん。うわーうまい、うん、うまいわ、うん、やっぱマカダミアナッツやで。若干奥歯近く噛みような多分。いや虫歯じゃないから別に。いやもう壊さんもう壊さん。神経抜いたら歯茎の色悪なるわ。まあ、せやな、基本的には、うん。いや、寒ない、あったかい、暖房入れてるから。うん、うん、卒業してない、前田くん。こういう人は、なんか適当に。明日はでももう BGM 考えてるからな。うん。明日のバトルは BGM ちゃうで。明日の BGM 用意したやついく、いやミーハーやけど、うん、これやな明日の BGM は。明日はこれで行くぞ。俺はこのスロットの実践機におそらく3桁は突っ込んだ、うん、3桁取り返すぞ、うん、俺が17とかぐらいの時やからな。うん、まだ10であったと思う。せやな、4号機やな。逆押しやな、逆押しな、うん、7を揃えてストック乗せていくやつやな。1ゲーム連と天国ループ、うん、分かるよ、うん、俺ちなみにストック2までやったら乗したことあるからな、うん、どっかの店でさ思い出したわ、ストック消ししてる店あってさあ、まあいいかその話は、うん、景品を見つけてブチ切れたことあるわ、うん、いや俺明日はもうこれに決まってるから、うん、ジムね3桁はいってる3桁はいってる余裕で、うん、だいたいイメージ400万突っ込んで300万返ってきてるからぐらい、うん、いいイメージな、
いやでもそれで言ったらさ、あのもう獣王とかの方がえぐいよな、あの初代北斗とか。うん、だから人生トータルで言ったら、1000万ぐらい突っ込んで600万ぐらい返ってきてる感じ、イメージ、うん、俺の400万どこ行った、せやな、何やっても無理やな、うん、うん、いや そんなもんやって、トータルは絶対マイナスになるようにできてんねん、じゃなかったらパチ屋の従業員なんて生活できひんから、うん、マジでさ前日の夜とかから並んでたからな、最高はアラジンかなんかでなんぼ、あ、じゃあスーパービンゴの4桁引いて、なんぼや、10万突っ込んで80万か90万出てきたから80万ぐらいちゃう多分、うん、あんねん昔のスロットはマジで、あのえ、違う違う、そんぐらいあんねん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 、50万勝ち全然あったんやて、うん、だから夢あったのにさ、どん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 規制規制規制でさ、もう今ゴミみたいな機械しかないやん、うん、あーアラちゃんな、しかもスーパーアラちゃんのあの3000分の1引いたらさ、ガチで100万コースやったからな、スーパービンゴとかゴッド、昔のゴッドもそうやし、うん、あ、そうそうそう、今のスロットマジでゴミやんな。え、でもさ、あのスマスロのさ北斗に変わって、あの北斗ってさ、あの有利区間通過してもなんかあの引き戻しみたいなあるやん、見てたら今のスマスロやと万枚あるんちゃうの、5万枚は絶対無理やけど、うん、今のスロスマスロは別に万枚あるやろ、見てたらあったよ、天井めっちゃエグかったよな、あーなあ、そうやんな、言うたらワンチャンあるよな、ほうほうほう、まあって言ってもな、もうスロットは引退したからな、自分の中で、うん、自分の中で引退したからな、もうたしなむぐらいでいいわ、多分今の俺やったらな、俺がなんでスロットとかやらへんかっていうちゃんとした理由はね、やっぱその何、昔のレートでやってたから、あのまあ貸せやん、でもな、やりだしたらハマってもうて結局闇スロ行ってまうやん結局行ってまうやん、あの高レート店にアホみたいに、でだからもう行かんねん、いや絶対行ってまうて、絶対行ってまうて、あ、そうそうそう、いやだからそう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 、もうそれなりだしたら終わり、うん、もうそれなりだしたら狛江の顔、うん、うん、もうベトナム行きだしたら狛江の顔、うん、バグちゃダメや、ダメ、すごいよな向こうのな、スロットのレートな、うん、闇スロって裏ロムっていうか、ただの昔の実践機入ってるだけが、なんかあの何レート高いみたいな、なんか100円スロットぐらいまでだったらあるんちゃうかな、いやでも全然出てないで、闇スロとかも終わってんで、うん、あ、ベトナムのはえぐいよなほんま、いやでも狛江だいぶ取り返したんちゃう今回のあの今月で、あ、店側から拒否られてんの、いや明日のバトルこれやから、 BGM イメージしといてな、明日のバトル、うん、マジでこれでいくから、これちょうど5分ぐらいした、うん、姫ビッグのやな、うん、夜の8時、うん、夜の8時気合い入れて、こう団結していこうな、マジで、うん、え、嘘、まあ、コメント見てたけど、うん、まあまあそんな、でもあれやで、 R 社長当てにしないや、みんな、うん、総力戦やからな、マジで、うん、俺もゼロワンに LINE 送ってみたりできることはやってるからあ、初めて万枚出したよ、自分ね、
吉宗結局ストック乗せるよか、あの天国のループがいくかったよな、言うたら結局200ゲームぐらいまででずっと引き戻して、うん、あるよな、言うたら。であのジャックの外れとかもあったよな、うん、でもう1ゲーム連確定みたいな、うん、懐かしいね、うん、あ、アイテム置いといてな、上がるなテンション、ああおもろかったよな吉宗も。コンチ打ったことないと思う俺。ケゲーンとかやってケゲーンっつって、あの広角中のケゲーンっつって、ああああなあ出てきた、俺んとこもギャザリング出えへんか、うん、俺んとこもギャザリング出えへんか、うん、ギャザってくれへんか、そろそろあと2時間やでイベント、そろそろあれやで、うん、あと2時間ですよ、順位いいんかこのまんまで、うん、2位とか3位とかで、このままやと3位になるぞ、うん、いやだってこれで多分なちょうど5分ぐらいやから、これでバトル行きたいね、うん、もう曲は決まった。いやー分からん、そればっかりは、うん、そればっかりはもう正直分からん。というかさ、俺ルール知らんねんけど、早めにつけとかなあかんとかあんのかな、それ。ちょっと待ってな、俺運営さんからのお知らせ見とくわ。なんか特別なことせなあかんのか、ホストコラボ送ったらいいだけな。いやいやいや、そんなことないよ、うん、そんなことない、分からん、そんな勝負の世界はどうなるか分からん。俺んとこギャザリング飛ばんのか、イベラスやのに、うん、飛ばへんか。明日バトルあるか、まあまああれやねんな、ネックやねんな。ちょっと通知見とくわ、運営さんからの。なんかせなあかんことあんのかな。ちょっと待って、説明読んどくわ。てて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 、あさばちゃんな、うん、いやこれやな、やっぱみんながノリノリなれなあかんから、うん、イベントの詳細、高さは1時間、参加者は試合時間中の1時間は対戦相手とのみホストコラボが可能、はい、うん、試合開始時間に対戦相手とのホストコラボをしてて、うん、ホストコラボが開始したらお互いに挨拶をして、お互いに挨拶をしてバトルに向けて準備をしましょう。試合終了30分前に、どういうこと、どういうこと、わからん、うん、ほんで応援してくれる視聴者が集まったら試合終了時間5分前までにコラボバトルを5分間開始してください、はい、5分間のバトルが終了したらお互い挨拶をしてホストコラボを終了させてください、やって、はいはいはい、5分間完走した1回の試合のみで勝敗をジャッジします。コラボバトル完走すると、タジトのコラボ、あ、5分未満で途中終了した場合は再度コラボバトルを行う、ああそういうことらしいわ。ああうん、ということらしいわ、うん、え、だから俺何時につけなあかんの。8時から9時って書いてるから、まあ8時前ぐらいからつけてたらいいってことか、そういうことやんな。で8時から9時の間で1回バトルせえってことか、そういうことやんな。
うん、2億個用意してた、足りる。いやいや、あかん、そんなチョンボは良くないやろ、さすがに。あ、7時にはつけとく。わかった。いや、もうやっつけでええやろ、言うたら。やっつけで。うん。うわぁ、なんかドキドキしてきたなぁ。これ結構緊張するよなぁ。うん。結構緊張してきたかも。うん。いや、今回に限り頑張るのはみんなやからな、俺じゃなくて。うん、完全にそっちやからな。3億おろさんでいいやろ、言うたら。あ、早めにやって、で6時ぐらいからやっとく、そしたら。いや、ちゃうわ、8時から9時やから、あかんわ、6時やと。だから7時ぐらいからやったらええんか？バトル明日の8時から9時の間で1回。あー、うん、もういっぱい買っといて。もう山盛り買っといて。もうてんこ盛り買っといて。勝利買ったらなんか20万ポイントくれるらしい。うん。20万ポイントと受賞歴くれるらしいわ。うん。もう豚でも象でもイベントの有料アイテムでももう何でもいい、言うたら。うん。玉込めといて。うん。大量に。ああ、うん。頼むで。うん。みーちゃん風船10個あれ、あれす。オッケーいいよ。そう。で、今日の、イベント投げれる人は投げてくださいね。うん。公序良俗に反してないから、俺。うん。あ、それは絶対ない。それは 100% ない。うん。いや、花火でいいな。うん、花火でいい。兄ちゃん10個ナイス、OK よ。飲む前をしません、俺。うん。なんかすごい戦いになりそうやな。このイベント諦めてません。あの無限資金税よろしくお願いします。まあそういう計算もできるよな。いやでもな、まっとうにやろう。まっとうにまっとうにやろう。うん。兄ちゃん風船10個ないっす。 OK。 このイベント相手じゃあレトロは今ちょうだいな。あ、明日からのイベント飛び乗るから言うたら、うん、いや難しい。明日の方がいいな。うん。ごめん、それやったらもう明日の方がいいかも、もう。明日の方がいいかも。うん。だから明日9割、今日1割でいこう。うん。うん。いや、そんなんせえへんよ、そんなせこいこと。うん。今日1割、明日9割でいきましょう。それでいこう。あ、ギャザリングは今日。うん。いやいや、アイテムは何でもええよ、もう。ラグ溜まろうが何しようが、ポイントには反映されるからええねんけど。うん、あ、もらってきた。ありがとうございます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 。あ、ください、レトロなんとか。あればください。で、豚か、象か、イベントの有料アイテム、今日も明日も投げれる人は、うん、今日も投げといてください。うん。ただ、明日バトルあるからな。明日バトルあるからな。もうこれ以上、あれやな。あ、黒ハートありがとうございます。ありがとうございます、ウーの人。いや、ほんまそれな。あ、やっぱりあれなんや。花火が一番効率いいらしいわ、ほんで。ちなみにな、豚とか象とかより。うん。うん。そうやわ。あ、明日はだから、花火が正義になるんじゃないか、多分。うん。まあ、大いけんやったら大。うん。無理やったら小。花火系が一番効率いいらしいわ、やっぱり。まあ、ええけどな。もう、何でももらうけど。うん。で、キツネ枠すんの忘れてた、言ってな。もうメガホンでも何でももらうから。いや、ごめん、そう、もう全然わからん。ほんまにわからん。こんなん初めてやから、マジで。
あ、ちゃうで、サファリイベント出てる。うん、もうそれももらえるように、無料アイテムすら吸い取れるように。うん、あ、お願いします。風の人、パンオッケー、20倍ナイスオッケー。うん、もう無料アイテムですらもらうつもりでおるから。うん、もうメガホンもお願いします。意味あるかないかは置いといても、メガホンもお願いします。明日の8時から9時の間でバトルします。はい。よし、463号ブロックしよう。ああ、第一試合やからな。様子見で閲覧もえぐいやろな、多分。ああ、バトル前に。いや、だから日付変わったら放送やめたらええんちゃう、俺も。これ、あれ、なんかあの、吉宗っていうスロットの。いやー、わからん。五分五分ちゃう？もう明日はキツネにする。だからもう風船でも何でももう片っ端から行って。今日アリバイ枠あるよ。うん、マサヤンとの時間決める？電話して。マサヤン出れるかな？一回かけてみるわ。マサヤン出るかな？一回聞いてみるわ、マサヤンに。ギャザリングは今日。うん。ちょっと待って、まさに電話するわ。何時ぐらいにする？8時半って言うか、そしたら。出えへんな。忙しいか、まさや。あかんわ。まあ、LINE だけ入れとこうか。8時半ぐらいにバトルするって。8時半くらいにバトルするクエスチョンマーク送信。これでいいわ。ああ。あ、メーカーの社員さん内歌ってんの。明日のバトルはあれよ、30分までにコラボ開始しなかったら向こう。あ、だからあれやろ、30分までにコラボ開始ってどういうこと？8時半までにってこと？じゃあだからコラボはもう8時からしたらええやん。8時ジャストぐらいからコラボして、で半ぐらいにバトル開始したらいいんじゃない？まだ長島やで。うん、動いてない。やばいな、大接戦になりそうやな。勝てたらいいね。うん、今年最後の大勝負やな、多分。うん、あ、大花火より通常花火の方がええらしいで、ちなみにみんな。はい、一番効率いいのは大より花火がいいらしいわ。そのポイントの反映どうのこうので言うたら、なんか実験してくれてる人おるらしい。うん、戦略的に行こうぜ。花火が一番ええらしい。うん、いや、圧勝ではないよ、そんなないよ多分。おお、あ、まさやんな、は、半でいい？8時前からはさ、絶対あれしてるけどさ、まさやん、8時半くらいにバトルする流れでいいか？まさやん、今電話してんけど。わかった。ほんじゃ、まあ、あ、そうか。ごめんごめん、まさやん。あれなんか。了解了解。オッケーオッケーオッケー。じゃあもうそれで行こうか。じゃあまあ、8時半、まあコラボは8時ぐらいからしろって言ってるから、運営さん。8時過ぎたぐらいからコラボしろって言ってるから。コラボ自体は8時から申請して、で、半ぐらいからバトルにしようか。うん。もうロケットでも何でもいいよ。うん。うわー、ドキドキしてきた。ドキドキしてきた。ああ、第一戦目やからな。まあ、運営さん分かってるよな、俺を一発目に持ってくるあたりかな。頑張れ、はい、パンオッケーよ、うまい。
ええよ、T ちゃん、いいよ。うん。買ったらやらしてな。うん。あ、無料アイテムありがとうございます。明日コラボバトルデーなんですよ。はい。運営様の企画の、バトルイベントが行われるんです。8時半からバトル。うん、8時半からバトル。マサヤンとのコラボは8時ぐらいからスタートして、夜ね、夜。あ、ちょっと、デイリー1位なんかどうでもいいよ、俺別に。いや、どうやねやろう。うん。勝ちを願うべきじゃない。うん。あー、ドキドキしてきた。で、バトルの時の BGM はこれに決まりました。もうどう、テンション上がるやろ、投げたくなってくるやろ、ならへん。うん、そこに大花火あるかもしれない。はい、パンを渡す、 OK、 いいよ。そう、 AM でしたナイス、 OK。 あ、それはもう好きな方でいい、好きな方でいいよ。うん、マサヤン応援したかったらマサヤンでもいいし、勝ちに行くぞ。うん、吉村最高、パンオッケー、いいよ、そういいよ。うん、いや、それポイントやからどっちかわからんで、マンスリーポイントに乗るだけか、あのこっちか、どっちかわからん。いや、ぶっちゃけ銭もそうやけど、銭より表彰というか、うん、か勝てることの方が嬉しいけどな。もうあ、ほんと20万ももらえんねや。いや、銭よりあれや、称号や。うん、相手はまさこ、あ、そう、まさこって、そのまさこちゃうで、まさやん。すいません、嘘つきました、銭です。はい、嘘つきました、予定納税あるんで、正直銭の方が欲しいですはい、嘘つきました。はいはい、ちゃんと銭の方が欲しいです。はいはい、パンを渡す、 OK、 いいよ。あ、せやで、そうそうそう、469、それそれ、玉詰めといてや。ちょっと練習する、バトルの練習するか、ちょっとだけ練習せんでいい。メガホンも明日、全部明日。うん、温存しとく、そうしたら練習せんでいいか、バトルのイメージわかへんやろ、イメージ。いや、しといた方がええんちゃうか、イメージわかへんやろ。いや、練習した方が良くない？ああ。いや、なんか弱そうな人見っけて練習しよう。あ、そやで。対戦相手は運営さんが決めました。練習しよう、練習。練習しよう、一回練習しよう、一回。じゃあ、たまそんな詰めんでいい、詰めんでいい、詰めんでいい。練習練習、あれ取ってくれへん、コラボ。うん、この人だったら取ってくれそうな気してんけどな。いや、練習練習練習。うん、イメージトレーニングよ。うん、いや、あかんあかんあかん、戦略的にいこう。うん、そうそう、気持ちだけでいいから、1割でいいから。うん、あ、だ、この人取ってくれへんかったな。ちょっと違う人行くわ。ああ、この人だったら練習してくれそうやね。ああ、
よし、ここ行こう。この辺行こう。この辺行こう。いや、さっきの人はない。うん。この辺取らへんかな。練習相手になってくれそう。うん。いや、ロバとかはあかん。うん。ガチガチになってまうから。ダメ。この人も取ってくれへんわ。うん、ダメ。あ、にゃん水ちょうどいいわ。え、やってないやん。にゃん水やってないやん。しず、トキ？いや、トキもあかん。あ、練習しよう、ちょっと。誰でもいいから、適当に。この辺で行こうか。この辺で練習しよう。この辺で練習しよう。いや、この辺、この辺。そう、青さん行った、今。あ、青さん行った、青さん。青さん。受けてくれるかな？明日、運営さんの、計らいで、ちゃんと正式にバトルイベント出るんですよ、僕。バトルイベントみたいな。夜の8時から、まさやんと戦うのが決まってるんですよ。運営さんのバトルみたいなんで。夜の8時。夜の8時です、はいはい。はい。で、ちょっと明日のイメージトレーニングで、青さんとバトルしたいんですよ。練習。ブラジルですか、そっち。ブラジルですか。うん。うん。一曲お願いします。うん、よし、行くでー、みんな。え、練習するの？練習。あ、オッケーっす。いいよ、二枚ナイス。いいよ、熱い熱い。うまい。おはよう。メガホンナイスいいよ、メガホンも。バルーンもナイスいいよ。そう、そうそうそう、コツコツ行こう。いよいよ、流していこう、流していこう。5分長いからね、5分結構長いからね。そうそう。グローブは2分半から行こう。勝利ね、ありがとう、いいよ、そう。聞こえてる、聞こえてるけど山田さんの声が聞こえん。絶対勝つぞ。いけるいける。よし、風船ありがとうございます。いいよ、無料アイテムもいい。そうそう、はじめまして。猫ナイス、いいよ猫、いいよ猫。よし、ナイス、いいよ、オッケー。アカネさん、一人知ってる。アナビナイス、パオーケー、連絡。アカネ、どっち？ナイス、オッケー、いいよ。いいよ、いいよ。ナイス、いいよ。ちっちゃいよ。いいよ、バーガーも。いける、いける。よし、レトロメガホンもいいよ、レトロメガホンも。バーガーナイス、オッケー、いいよ。風船ナイス、オッケー、いいよ。よっしゃ、豚ナイス、オッケー、いいよ。いいよ、特命さん。あー、H の人ナイス、いいよ、うまい。勝てる、勝てる。ブラック風船ナイス、いいよ。諦めんと行こう、諦めんと。よっしゃ、ちょうど折り返し。こっからやで、バイチャレ。バイチャレ、こっからやで。うん。よっしゃ、KP ナイス、OK、いいよ。そう。メガホンもいいよ。そう、いいよ、メガホン。はい、風船もいいよ。ハートもいいよ。そう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 。
はい、横バーゾーパンオッケーいいよ。よっしゃ、バーガーナイスオッケー。はじめまして。よしよしよし、無料アイテムもいいよ。いけるいける、みんなで行こう、みんなで。みんなで行こう。こっから割り勘の真骨頂やで、割り勘の。うん。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。まだまだいける。何点や、何点や。バルーンナイスオッケーいいよ。バルーンナイスいいよ。ゾウナイスパオ、あ、豚か、パオオッケーいいよ。そう。そうそう、アマオジャルさん、メガホンナイスいいよ。そう。よし、猫。猫2匹ナイスいいよ。そうそうそう。そう、割り勘で行こう、割り勘で。そう、割り勘、割り勘。よっしゃ、そう、パオ渡すオッケーいいよ。でやん、なんででやんね。よっしゃ。もうちょっとでラスト1分やで。差し込みね、差し込み。差し込みね。豚パオオッケーいいよ。1個も出ない。1分と30秒から、うん、いける人お願いします。あ、レイコさんナイスオッケーいいよ、うまい。いいよ。30秒舞台と、ラスト舞台と、うん。絶対いけるから、うん。はい、ペガホンナイス10個いいよ。ブルーアイテムありがとうございます。いいよ。バーガーナイスオッケーいいよ。そう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 。なんで1個も出ない。いい勝負。1個も出ない。なんでや。そう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 。いいよいいよ。でな。ラスト30秒。サッチャーサッチャー。30秒。ありがとう。オッケー、メガホンナイスいいよ、メガホンいいよ。いや倍ホン、いやまあ倍ゼロ倍ゼロ倍ゼロ。20個ナイスオッケーいいよ。はい、豚パンを出すオッケーいいよ。そうそうそう。いいよいいよいいよ。よし、ラスト10秒の差し込みだ。コーチアイさんパンオッケーいいよ。バーガーナイスオッケーいいよ。色濃い。わあ、これ負けるやつ。負けるパターンや。そうでしょ、ちょ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 。オッケーいいよ、差し込んだ、10個ナイスオッケー。このイメージね、みんな。この勝ちのイメージね。うん、リンコバありがとうございます。ヤオさんありがとうございます。この感じね。だから、前半ダーでとりあえず切らすことなく行って、で、2分半ぐらいからアクセル踏んで、で、1分台の差し込みと30秒台の差し込みと、ラスト10秒の差し込みで分割していこう、うん、イメージこの感じ。もうできてるよ、できてるよ、できてる、マジで。うん、え、じゃなくて僕関係ないやつっすよね。だから練習すで、青さんは明日は僕の枠に課金しに来てください。風船1個とかでもいいんで、やっぱり。風船1個とかでもいいんで。で、青さん、な、キツネなんで、あんまり確認できひんすけど、風船1個でもいいんで参加できるんやったらしに来てほしいっす。わかりましたね。はい、それだけっす。あざっす。あざっす、青さん。はい、お疲れ様です。あざっす。いやいや、もう、いや、もうすみません、ありがとうございます。あざっす。ゼロワン行くぞ。ゼロワン行くぞ。え、ゼロワン、もしかしてホストコラボにしてる？行ったよ、ゼロワンとこ行ったよ、コラボ出した、すぐ出した。撮ってくれるかな、行ってるけど。つけたとこやったら無理ちゃうか。ゼロワンでコラボ申請出してる。え、配信終了してますって出たで。あ、まだ無理。
わかった。イベラスにコンといてや、ゼロワン、もう。イベラスにコンといてよ。うん。え、終わったな。え、なんで終わったん？あ、キツネにする？ホストコラボじゃなくなった？え、どういうこと、どういうこと、どういうこと？ゼロワンクリニックになったの？いや、まだ何も考えてない。あ、コラボ枠になってた。無理やん、コラボ枠やったら受けられへんやん。さすがにイベラスに切られへんわ。あー、無理や。別端末でコラボ上がるか。別端で上がる？サブ垢で上がるか。いやでもな、これ知られたくないねんな、知られたくないねんな。一回終わるか、一回終わっていくか。いや、一回終わっていく、一回終わっていくか、一回終わっていく。どうしよう、一回終わっていくか、一回終わっていくわ、みんな。うん。え、また切れた。何やってんねん。何をやっとんねん。また切れた。配信初心者か。あ、電波ゴミなんや。今のままやったら無理。コラボ枠でやったら無理。山田、お、どうした？うん。最近めっちゃ好き。もう課金してください、よかったら。山田、なんや？うん。ちょ、イメージトレーニングしとこな。ほんまにマジで。マジでイメトレしとこな。ちょっと待って、BGM はもうずっと流しとくわ。あ、いや、明日のバトル、社長、もしかしたらさ、気まぐれでもさ、見に来てくれたらさ、ワンちゃんとちょっとぐらいはもしかしたら透けてくれるかもせえへんからさ、で、そうすることによって俺来月絶対 TikTok やらなあかんみたいな、そういうあれでいいかなと思ってんねんけど、あかんかな。まあなるべくは、はい、ご購入できるんやったら しといていただくと、明日は TikTok で番組あるから来れない。じゃあもういいや、じゃあいいや、これで行くからな、バトル。相手マサヤン強いよ、絶対強いよ。いやいや、そんな甘ないよ、そんな甘ない、そんな甘ない。いや、ギャザリング来てたらギャザリング表示されるから、うん、ファイト、あざす、いいよ。
いやいや、そんなわ、あの、一人に頼ったらあかん。うん。ちゃんとみんなで割り勘していこう。うん。うわー、ドキドキしてきたな、ドキドキしてきたな、割とマジで。あー、もうあと十何時間後か。え、だってあれやろ、コラボやろ、コラボ枠やろ、コラボ枠やろ、ちゃうの、ちゃうの、コラボ枠やろ。一回落ちてコラボ上がってくるか、そしたらなあ、コラボ上がってくるわ。で、また戻ってきます、すぐ。ちょっと待っててください、皆さん。はい。